散財は人生や。どうも直島です。岩崎です。引っ越してきて気になることありませんか？いや、いっぱいあるよ。やっぱこの反響やね。そう、この反響なんですよ。で、コメントでもちょっと音響きすぎてないかって言われてて、やばいやばい、離れる離れる。でも実はこれでもマシな部類で、プレミアプロっていうね、動画編集ソフトで反響を抑えるエフェクトをかけてます。で、かけてなおこれなんですよ。ってことで、まず処理をしなかった場合どんな音になってるのか聞いてほしい。で、こっから外します。散財は人生よ、散財は人生よ、存在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 は人生よ。どうも直島です。これなんですよ。声張るともっとやばい。なんかカラオケのエコーが常にかかってるみたいな感じじゃない？もののけたちだけサビから、うん、ちょっと笑いそうやったから。逆に歌だとハマるぐらい、それぐらいエコーがかかっちゃってる。うん、結構気持ちいい感じ。気持ちいい感じ、うん、これやばいなと。やばいよ。さすがにこのままプレミアの処理だけで進めるのはまずいなと思ったんで、マイク買いました。とりあえずそれがこちら、ロードのワイヤレスゴー2で、ピンマイクに関してもね、今までなんてやつだったかな、まあ、ソニーのピンマイク。直島が使ってたやつも今実は廃盤になってて、まあ、今ちゃんとね、生産されてるモデルに買い替えました。あれ廃盤になってたよ。逆にその直島が使ってるやつの方が高かったりする。あ、そうなんだ。そう、なんか転売価格みたいになってて、高い、まあ、こっちの方が安いし新しいしでって感じ。とりあえずしばらくはこのロードのワイヤレスGO2でいきます。ってことでまず切り替えましょう。散財 TV の動画、これってどの辺の位置につけたらいいとかあんの？もう口に近いほどいいよ。近いほどいい。うん、てかどんぐらい響いてるか一応確認しとく。うん、確認したい。よし、じゃあ、あの部屋で確認してもな、反響しすぎて全然わからんから、ここで確認しよう。さっきのデータだいぶマシや。おお、うん、どっちも聞きやすいわ。どっちもっていうのは？両方の声が、まあ、普通に聞きやすい。いや、全然響いてるよ。声はくっきりしたと思うけど。普通のマイクよりマシなんかな。みんなにも聞いてもらおう、これはとりあえず。どっちがいいのか。さすがにこっちの方がマシではあるけど、うん、でもこっちも無加工っていうわけにはいかん感じするな。なんか、まあ、いや、特に直島の声は声張ってないからあんま気にならんけど、俺が喋ってる声めっちゃ反響してる感じする。ほんと？うん、 うーん、やっぱ響いてるわ。どうする？マジでな、結論ダメでした。うん、ダメだね。ダメだよ。どうする？なんか壁に貼るしかないんちゃう？吸音材？ダサいけどな。いや、まあ、なんかおしゃれなのもあるんだけど、めちゃくちゃ高いんだよね。で、せっかくこの打ちっぱなしとガラス壁なのを潰したくない。まあ、わかるよ。ただまあ、これが反響を作ってる原因なのはまあ間違いないね。ってことで、もうこれからどうしたらいいかって話なんだけど、ちょっと待って、めっちゃ重いよこれ。とりあえずね、これ買いました。何それ？ロクール化粧吸収板ソーラトン。考えたこととして、うん、壁はまず一旦触れたくないから、うん、天井から攻めていこうかなと思って。大変そうやな。もうバリ大変やと思うけど、まあ背高いし、直島が背高くても、まあ、別にいけるかなっていう。いやー、大変そう。で、このソーラトンって何かっていうとね、白ベースに黒い変なウニウニした模様があるやつ。学校とか病院とかの天井大体あれやん。あれな。で、調べて初めて知ったんやけど、すごい吸音性能が高いらしいんや。あ、そうなんや。いや、言われてみればね、確かに学校ってさ、音吸収するもの全然教室内になくない？確かに。机と椅子と、音吸収するもので言うとカーテンぐらいよ。でそれであれだけ音吸収できてるのはやっぱあの天井のおかげなんじゃないかなと。うん。ってことでとりあえずこれ買いました。ソーラトン。ただまあね、これだけでどうにもなるかわからんから、うん、よかったらね、コメントで教えてほしいです、これは。それね。ちょっと知識不足。うん。
中開けへんの？なんか見たいねんけど。開けよう、うん、開けちゃうか今これ、うん、めっちゃ重いんやけどな。やばそう。はい、どうぞ。おあ、こんな感じなんや、学校の上。いや、懐かしいで、これ無臭や。手で触るとやばそうな。細かい繊維が入ってるからちょっと指が痒くなるかもね。手袋した方がいいな。なんか柔らかいな。これをね、まあ、そのうち、うん、天井に直島が張り詰めます。なんでこっちやね。背高いから。背高いから。全部全部ちょっと多めに買っといたんで、数の都合上足りないっていうことはないと思います。うーん、これ丸いとことかどうすんの。まあまあまあ、次なんかコンパスとかで線引いてくり抜いたらいいんじゃない。だから方法はこれ2パターンあって、うん、まず天井のこのダウンライトを1回外して、でこのソーラートーンを敷き詰めた後また戻す方法、うん、でその戻す時にこのソーラートーンに穴を開けるっていう方法が1個と、もう1個はもう最初にこのソーラートーンにこのダウンライトと同じ大きさの穴を開ける。で、まあ、パズルみたいな感じでペコってはめる。うん、ただまあ見栄えはいいのは一つ目の方法であるね。めんどくさそうやな。まあ、正直どっちやってもめんどくさいと思う。うん、まあでもそこはもう任せる。あ、任せんの？うん。でも敷き詰めるのはこっちね。そう、だから任せる。は？これどうなん？どうなん？一人で？ええ。天井？ええ。無理やろ。どうやってこれ貼り付けるの？あ、木工用ボンド。買っときました。木工用ボンドやったら落ちるくない？木工用ボンドとあとタッカー、電動タッカーもあるから、その2つ組み合わせて業者の人やってた、うん、まあ、それかね、業者さんにお願いしてこれで天井張り替えてくださいっていうのもまあありっちゃあり。うん、てかそこ含めてね、ちょっとどうしたらいいかわからんすぎる。今回の動画でこれ全部もうやっちゃうんじゃなくて、一回ちょっとねコメントで、うんうん、有識者のアドバイスをねいただきたい。そんな部屋のさ反響こだわんのって YouTuber かなんかオトマニアぐらいしかおらんくない？散財 TV の動画で、もしこの天井のソーラートンを敷き詰めてそれでもなお響くようだったら、うん、どうする？なんかもうここに防音室ボーンみたいな。あ、中に？嫌やなぁ。で、一応そこも考えてます。あ、考えてんの？考えてます。一応聞いといたけど。考えてんのかい？はい、まあ、直しもこういうの苦手なんでね。で、天井ダメだったら次床ですわ。あ、床？床で、床に今度はオフィスにあるようなあのグレーな感じのカーペット、あー、あんじゃん、タイルカーペット、うん、変なしましま模様が入ってるようなやつ、うん、地面のやつ、あれを敷き詰めようかな次は。あ、いいんや、この白いなんて宮殿みたいな床はいらんねや。いいです。もうここは普通に見た目に関してはそんなおしゃれじゃなくてもいいかな。研究室みたいな雰囲気になっても全然、むしろかっこいいんちゃう。まあね、線が多いからな。そう、それっぽくなりそう。ただまあ正直そのカーペットに関してはどこまで吸音を見込めるかちょっとね怪しい。全然わからん。あ、そうね。その2つが終わったら、うん、まあなんか部屋の四隅に吸音材置いたり最終手段やな。そう、壁に吸音材敷き詰めたりっていう風になるかな。どうしようかな。難しい問題や。うん、一言やな。いや、そんなことないよ。これで減ってるからね。うん、この音のせいで今登録者数減ってます。あ、音のせいやったんや。はい。あ、音のせいやったんやね。え、なんある他に何か理由？いや、大きな変化があったから人が減っていってんのかなと。ああ、まあもちろんそれはあると思うけど、うん、でも一番はこの反響のせいだと思ってます。なるほど。はい、まあ、でも Y のこの髪型でもまた髪型も減ってるな。減っていくと思う。最悪なんてオーダーしたそれ。似合ってると思うで俺は。いや、普通に笑ってたやん。いや、笑ってない笑ってない。瞬間、いや、言わんといてそういうの。は？なるべく今はちょっとおとなしく言っときたい。あ、どうですね、いいイメージを持たれたい、ちょっとでも。俺だけ肯定しとくっていうサイドでいさして。うん、でも見てる人は多分笑ってる人いると思うね。そうなんだ。この髪型前は。あ、じゃあ今日は別にこのマイクを紹介するっていうよりかはどうやって吸音しようみたいな。そうです。
あ、そういうことやった。まあ、正直マイクとかカメラどうなん、需要あるん？まあ、マイクはあるけど、うん、カメラは知識が無に近いからあんまり需要なかったかもそれやったら他の人のやつ見るわってなるし。ロードワイヤレス GO2 に関するレビューはこの程度ですえ、こんな浅はかで大丈夫？こんな浅はかで OK です。逆にじゃあやってよ、急遽って言っても、どう、音質ぐらいしかなくない？あ、マイクテスト、マイクテスト、三大 TV の直島です。現在がワイヤレス GO2 で喋ってんで、あ、どんな感じでしょうか。あ、マイクテスト、三大 TV の直島です。あ、どうでしょうか。現在はワイヤレス GO の無印で喋ってんで、あ、どうでしょうか。よし、聞きに行くか、また、うん、いや、変わってんのかな。変わってんのか、変わってなかったら嫌じゃない？すごいシンプルな感想やな。嫌じゃない、うん、あ、そりゃそうやろ嫌に決まってるうん、そりゃそうや、高い金払うけど何この顔。あ、変わってる変わってる。あ、そう、低音みたいなものが強まってくっきりなんか聞こえやすくなってる。買った意味はあると思う。メイドインオーストラリア。お前も聞く？いや、いいわ。ロードのワイヤレス GO2 の軽率なレビュー、こんなもん。軽率すぎる。軽率なレビュー。ワイヤレス GO の1の方を俺全然知らんから分からんのよ。まあでも普通にあれでも満足してたね。あ、してたんや。うん、まあ移動しながら撮るんやったらまあ必須やろうね、2人で。じゃあ最後にワンフレーズお願いします。もののけたちだけ。ありがとうございました。